腰皮皮ケラユ、漢方法剤の一つで、関節リウマチなどの熱や腫れ、痛みなどの症状に対し用いられる。比較的体力がある人や、病気の初期に向く。漢時代の近期要略に出典がある。表彰、実症、熱症、失症に適応する。体力が充実した実症向けの処方で、胃腸の弱いものや発汗が多い患者には向かない。主に腎炎、ネフローゼ、 関節リウマチ、湿疹、むくみ、硬活、湿疹、夜尿症、尿量減少、花粉症などに処方する。熱の発散と水分調整が主な働きであり、関節の熱や腫れや痛みを取る効果がある。このため関節炎、関節リウマチ、粘膜の腫れである花粉症に使用される。ただ、関節リウマチの場合は、西洋薬の大きな進歩により、現在では、 漢方単体での処方は行うべきではない。水分調整の作用は、水毒の改善が期待でき、むくみを伴う疾患であるジミエン、ネフローゼ、湿疹、野尿症、花粉症などに効果がある。五霊さんとの使い分けとしては、熱感を伴うような場合には、腰ヒかうケラユが選択される。以下の患者には慎重に処方する。ニセアルドステロン症、ミオパチー。 血圧上昇、たるさ、むくみ、体重増加、手足のしびれと痛み、筋肉のピクつき、震え、全身脱力感、低カリウム血症、胃の不快感、食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢、発疹、かゆみ、動悸、不眠、発汗型、尿が出にくい、精神興奮、イライラ感。ありがとうございます。